今日行われた京都大学の卒業式、2808人の卒業生が門出を迎えました。思い思いの格好で卒業式に臨む中、あの人の姿も。最近の男で一番男らしい男といえばゼレンスキーということで。ご卒業されていかがですか？感無量です。やろうやろうやろう、うるさい、やろうされた。そうですね。準備どんぐらいかかったんですか？今日は5時50分からです。3時間ぐらい。最後に京都でハンナリとした思い出作りたいな思って。今年からマスクの着用は任意となり、家族の出席も可能となりました。ご視聴ありがとうございましたけど。